えいよしよしよしお前はちょっと一つ言うな、空調服がうるせえ。しかもマックスですかね、マックス。なんで俺だけ、まあ、こんなもう夏もんじゃ、冬もんじゃ、さらけよ、お前ちゃんとファンついてないしょ、ファンついてないファンついてない、これ着てくれよ、ファンこれ、まあ脂肪吸引みたいな、脂肪吸引お前か脂肪吸引はい、さあ今日なんか、もう最新の、なんか今年のやつ2020のバートンバートルのあバートル、はい、の、 あの後ろ向いたらこれが、これが最強なの。そうっす、最新すぎてやばいらしいっすよ。あ、やばいらしい、まとめてくれ。何、ツッコミに挑戦。あ、いや、ツッコミに挑戦あの、じゃあ、今日ボケたんだ。いや、違うっすえ、でもすらなんかにボケたツッコミツッコミツッコミボケだろこれもうまとめてからかな、初心叩かれたら早く言えよまあ今回ですけどね、はい、まあ皆さん、ご待望の副調布です。まあ僕ちょっとお兄ちゃんより喋り下手くそって言われたんで、ちょっとお兄ちゃんよりちょっと上手くなるかなと思って。誰お兄ちゃん。あの、僕のお兄ちゃんですね、コーティングの。あ、コーティング本物お兄ちゃんの方が本物お兄ちゃんの、うん、いや、僕は伸びとしなんですよ。で、これがまだ古いバージョンなの。これが古いバージョン、これみんなもともと使ってたやつで、これが9ボルトなの。これ2年前ぐらいなんで、うん、9ボルトってこれ、まあ、1個2個前ぐらい、はい、9ボルトで、こっちが12じゃないですかね、確か。ちょ、出してよ。これ12っすね。ちょ、出してよ。出せて、はい。ああもういいやコメントとか普段の俺にいいやこれぐらい違う。そうっす、9ボルトと、あだから何って感じあ、もう電池式なのこれ。ここっすね。そう、ここっす。あ、でボルト数も変えていけるの。違うのが、そうっす、シチュール、シチュール。何お前、あ、どうした、大丈夫。で出力よく出力源最大このクソ電波 AT フィールド全開っつってこのクソ電波、え、何やし AT フィールド全開俺のトークにかぶせてるんじゃねえいや、出力最大限だったんで今何やし、まあ、ちょっと、はい、12ボルトと、あ、ここに書いてあるんだ。そうです、9ボルト。あ、5から9まで上げていけるんだ。そうです、そうです。これが6、8、10、12まで上げるんだな。はい、4段階、すごいじゃん。で、これが、まあ、パワーだ。そうっす、パワーっす。で、バッテリー自体はどうなの、どっちも強いの。やっぱ12ボルトの方が、うん、その持ちも、あ、いいんだ、アンペアがそうだもん。全然違うっすね。これ、両備じゃないですか、うん、こっち、強セラっすよ、多分。あ、そういうこと。強セラって多分、買い取ったっすね。で、今回は、これが今最新のやつなんだね、うん、この服も最新のやつなんだよ、これ。男の店で紹介されたらばさ、今これすごいんだろ、この服、うん、服がすごいんですよ。ここ引っ張るとなんかプシュッてこう、なんかパラシュートみたいに出るらしい。絶対そうだろう落ちた瞬間だけど落ちた瞬間落ちた瞬間地面に上がってこうやってからプシュッあーってお前落ちてからお前やってよ意味だろそう、本当に何だろうこれ。違うんですよ。これ何、これハーネス用っす。ハーネスが中に出とる。その背中から穴が開いてるんですよ。どこにあったの。それで、あ、ほんとだ。穴なんか開いてないでしょ。あ、ほんからハーネスを、あ、で、カチャって通してここにつけるってことですね、服を。そうそう、あ、こっから安全の帯つけるもんで、ラインヤード出して、うん、で、カチャって結局、その上に多分着るんで、みんなその、下だと破れたりとかつけるんで、これは上に着るもんで。そうそう、それが残る。あ、そういうことね。俺ずっとこれ今までなかった。今どうし、今までは、じゃあ外につけながら。今まではもう外につけとったりとか。だって今まで結局ハーネスって義務付けられてなかったじゃないですか。あー、そういうこと。今が義務付けられたんで、結局背中から出して、この空調機でも着れるように。あー、多分そういうこと。完全できるじゃん、ビビったんだけど、ちょっと勉強しよう。なんか前を、なんかしかも、俺の方見てもう目が、できるでしょ、ってちょっと課長方が、俺できるんで、みたいな。あ、いやいや、しかも、ノーマークでもなれたの、今気づいたら、バスってノールックパスに上がる。ノールックパス聞こえました今、音拾いましたやばで、これが今もみんな流行っとるんでね。今つけとる。今つけてます。あ、全然違う。あんまりボカボカになっとる。今日のやつなんで。それマックスつけてる。マックスにしてないです。バッテリーなかったらかわいそうなんで一回マックスにしてもう音ひどい。これマックス。あー、これもやばい。全然違う。やっぱ12ボルトで書いてからだいぶ涼しくなった。全然涼しいですね。あ、マジ
服もいいんじゃないのこれ、ビニールみたいなのそのやつが。服も多分風通さんようになってるんですよ、これ、うん、これ綿なんで風通すんですよ。なんかそうだよな、はい、パンパカパンになる、うん、まあ、これ、まあ、ちょっと小柄のやつのなもんで、ベトナムのやつだもんで、はい、ちょっとサイズちっちゃいけどサイズちっちゃいです、うん、でもこれいいよ、まあこんなもん、大した話ね。そうね、視聴者は結構これ見たい見たいって言うんで、あとフード被るといいんだよね、みんなフード被ったよな、最近。あー、フード付きの方が全然違う、若干違うっすね。何かこう、ブワーッ、風がそうなるの、風が来るんで、首が熱いんじゃない。熱いですね、首が大変、ここはやられるっすね、ほんとに大体。あー、涼しいと、でも、声が聞こえてる。いいよ、お前はどっちも喋らへんけどどっちも喋らへんもん、誰も別に喋りかけてこんじゃん、お前は。あれ何声が遅れて聞こえてくるよしかも別にベトナム人と一緒だもん、なんだか喋らへんやんあんまり言葉も伝わらない。多分日本語言ってもベトナム語言っても分からんすよ日本語で喋ってもベトナム語で喋っても分からんすよそうだろ、はいっつってまた叩かれるぞ一番いいよ、他のこの バートルのやつ紹介しようけど、はい、バートルが一番いいね。バートルと、あとこの作業着メガネ、マキタ。あ、マキタ。マキタもある。あ、出とったな。マキタもある。うん。あと、あれですね、ワークマン。ワークマン出してるやつあるんですけど、うん、ワークマンのやつって、なんか、このファンとバッテリーも、あれだろ、その、2、3000円ぐらい安いらしいんですよ。うん。ワークマンは安いんだ。だけど、バッテリーの持ちが悪いらしいです。あ、そうなの。で、買うんだったら、やっぱこういう、まあ、ちょっと2、3000円高いけど、このバートルとか、そういう、まあ、マキタは聞いたことないですけど、こういうメーカーの方がいいらしいです、作業着に。これ8時間持たせるんだったら、どれぐらいの。なんか一応その段階に分かれて、うん、使える時間、うん、ああ書いてあった。6ボルトだったら何時間とか、10ボルトだったら約7、8時間。あ、持つんだ。へえ。今ずっと何でやってる？10ボルト。10ボルト。まあこれいくらするの？ちなみに後ろ見せて。これいくら？でもこれは安いんだろ。4、5000。これ4、5000。でこの服が4、5000。これは4000。まあ、ちょっと高いっちゃ高いけど。え、バッテリーが一番高いよね。バッテリーが12000円。あ、12000円。バッテリー12000円は高いな。もうそんなん買えんだろ。でも高いじゃなくて。どうしたん？売れすぎて。え、売れすぎて。そうそう、俺はもうあれやろうとしたもんな。そう、最初レビューで買おうかなと思った。あー、もうあのメーカーがもう在庫切れ。マジ？マキタはわからんけどいいかもしれない。そうですね、マキタ。マキタって何？バッテリーがいい。マキタバッテリーが強いです。めちゃめちゃ強いです。電動工具もな。バッテリーのその開発技術があるので、はい、それが強いかもしれない。で、マキタの場合だとファン4つですしね。2個じゃなくて。本当？いや、本当です。これ通常背中向いて、この顔1、2体であるんですけど、もうあと1個、2個あるんですよ。そうでしょ？いや、マジで。そうでしょ？いや、マジで、そうです。で、マキタだとなんかちょっと歩くスピードが速くなるらしいですよ。安定値かお前。なんかソニックが上がったの。ソニック君が上がっただろ。挑戦みたいなロープの上ずっと登ってきただろ。ソニック12時間挑戦とか言ってた。死ね。誰お前、そのおもちゃみたいな顔してるの。おもちゃ薄いよ。視聴者の皆さん、よく見て。いつも気持ちがコメント見て、はい、まあ、さっきとしゃるけど、はい、よく見たら可愛い顔してるから。山椒王みたいな顔してるから。山椒王。山椒王でナマズとかもらうんですか、山椒王。まあ、今年は暑いね。あ、求人道場。ぜひ、求人道場。建設業専門の見学すると出てくるんで、はい、結構会社も出揃ってきたんで、まあ、自分の地域にあるかどうかわからんですけど、ぜひ登録して、職人さん側もね、もちろん無料なんで、ぜひ登録してまた見てください。はい、結構増えてきてるんですよ、ほんとな。あ、ほんと、うん、そうです。求人来とるからね、ちょこ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 来てます。来とるんで、また見てください。はい、いろんな会社が載っとるんでね。で、30社、40社ぐらい今もう公開されてっとるから、はい、ぜひ見てください。はい、またねー。またねー。あれか、いいねとチャンネル登録ね。あ、いいね、チャンネル登録。いいね押してよ。本当にちょっとバットが強いと負けちゃうんで、いいねだけでも押してて。バットに押される。これバットがさ、その50%超えたあたりからアンチコメントがグワーって出るの。急に。まで。ぜひいいねだけでもしてください。お願いします。またね。また見て。また見てね。やばい。